河本秀則は、日本の実業家、元政治家、元参議院議員。父は、元参議院議員、綾やグループ創業者種の河本角造。現在、綾やグループ会長、滋賀経済同友会代表幹事。ひいばばの河本庭は、かつて長寿世界一だった人物で、確かな記録が残る人物としては、江戸時代生まれ最後の生き残りであった。滋賀県高島市出身。 慶応義塾大学小学部を卒業後、1972年、綾羽に入社。1983年に社長に就任。1992年に行われた第16回参議院。議員通常選挙において、自由民主党から滋賀県選挙区に出馬し初当選。新政党結成に参画するも、自民党に復党。以後2期連続当選を果たす。議会では、 財政金融委員会等に所属。また、党内では、滋賀県連会長等を務めた。2000年には、パラグアイ特派大使を務めた。自らが経営する、あやばグループの経営に専念するため2004年の参議院議員選挙に立候補しないことを表明し、引退した。以後、経営者として、グループの事業拡大などを進める一方、 経済団体の代表や自らの後継者として、擁立した上野健一郎の後援会長を務め、参議院議員選挙や衆議院議員選挙の指揮を取った。2009年の第45回衆議院議員総選挙で、滋賀県内の自由民主党所属の国会議員がゼロになった際、自由民主党滋賀県連会長復帰を要請されたが、誇示した。2018年秋の叙勲で、 朝日中受賞を受賞。ありがとうございます。